それでは講義を始めます。皆さんこんにちは。レッグ東京リガルマインド専任講師の松浦と申します。それではこれから2021年合格目標超上級国家一般職専門マスター憲法第1回ユニット1は攻略編から始めようと思います。はい、この講義の目的は2021年の。 国家公務員・地方上級試験のですねまずは一次試験の択一試験の憲法ですねそれから教養試験の社会科学の中にも憲法は出てきますがその五種択一試験の回答に必要な知識の学習とそれから簡単にインプット演習をやっていってそれ覚えた内容が記述式試験ですね。 えー、裁判所事務官とか東京都庁とかあ国税専門官財務専門官とか、まあ、そういう記述試験のお回答にもおちょっとや役に立つ基本的な勉強をしますまず教材の確認ですがこちら K マスターテキストですねこちらこれがテキストになりますで、えーまあ、最終的に目標としてはこちら、えー、過去問解きまくりこちらですね 加工も解きまくり、まあ、最終的にはこれのですね、まあ、最低必須問題基本問題応用問題とあるうちの、えー、必須問題と基本問題は確実に解けるようにしておく、えー、これが目標になってきますちょっとこれ緑だと透けるところがねなんかおしゃれですけど女の子が、ね、浮き出てみるかはい、えー、それじゃあですね、えー、まず K マスターの、はい、目次を開いていただいて まあこれから勉強する憲法のテーマは大きくこの人権とそれから後半の統治この2つになっていくわけですねでちょっとその前にですねテキスト入る前に若干ちょっと前置きをさせていただこうと思いますでそれではですねあのマイページの中に PDF の形で格納されている「えー、あの版書」って我々呼んでおります 版書の2ページ目ですね、表紙の次の、おこちらをご,ご覧ください、えー、2021年、ねえー、専門マスター憲法の、2021年ね、すみません、はい、2021年向け、専門マスター憲法のまず攻略編になりますけれども、はい、でまずですね、初めに教材の確認、はいえー、K マスターテキスト。 この教材を使って、はいまあ、これが最終目標、過去問解きまくり、過去問集しっかりやっていきます。それで、この K マスターとそれから過去問解きまくりは、実はちょっとリンクしておりまして、そのリンクはどうやっているのかを、あまあ、今、見せちゃうかな、そちらですね、この K マスターの例えば、今日一番最初にある超よく出る判例。<laughs> どう えー、テキスト K マスターテキストの、はいえー、15ページを開いてみてください。はい今日この一番最初に挙げる判例でこの15ページの存続殺事件というのを扱うんですけれどもこの判例を講義の中で勉強したら皆さんは復習の時にこちらですよねこ横に、えー、これは必須問題と磁力問題で、まあ、例えばですねあの この判例は、えー、実力問題ではナンバー4の選択肢2にありますあるいはナンバー6の選択肢2にありますじゃあちょっと見てみましょうナンバー4の選択肢2って言ったらこちらナンバー4の選択肢2とねでそれでこの選択肢を復習の時にねあの解説とかは分かんなかったら読んでいただいて まあ基本的ににこっちに色々書き込んでいっっちゃってくださいで、まあ、書き込んじゃっても上から赤いフィルターかけると、まあ、フリこういうフリクションだったら消せますしね。でこの2のところ4のナンバー4の2だかこれですね存続殺の方定刑を死刑または無期懲役にかけることは立法目的達成のため、えー、必要な限度の範囲内でありここまでは合ってるみたいな。正しいね 普通札に関する法定権に非し著しく不合理な差別扱いをするのと認められず法の下の平等に違反しないとしたこれ実はですね法の下の平等に違反するとされた判例なのでまずここが間違っている違反するそれがなぜ違反するかっていうと えー、普通殺に関する法定権にし著しく不合理なあ差別取り扱いをすると認められたからなんですよねだから図をカットするこうすると正しい文書になりますこの成分化作業って言うんですけど、あのー、この正解者実は1なんですけれども、えー、1だけじゃなくて、えー、不正解の選択肢もしっかりこうチェックしておくこと、ね、そしたらこの先ほどの K マスターのここの「 えー、ナンバー4の足の2っていうところにこうチェックを入れてちなみにあのこの必須問題とか実力問題のこの記号の意味するところはテキストのこちら、えー、もうこれ人権って書いてあるとの1ページ前ここにですね例えば「必、えー、1-02-01足の1」っていうのは一編第1章セクション1の必須問題っていう意味です。ね でこれに従ってこの判例をチェックしていってくださいって言われるでナンバー6が終わったらまたこういうチェックする感じで全部チェック終わるとクイックマスター全部やり終わる感じになるこれが1回目ですこの時に一番実力がつくのでこの一個一個解きまくり解きまくりって問題集の名前ですこれをチェックしていくことをまずやっていく1回目。 で2回目は今度は5つの選択肢、こう真っ赤にいろいろ書き込んである状態になってますけど、上から赤いフィルターを載せれば見えなくなりますから、それをやっていただいてで、大体ですね、本試験の問題っていうのは、5つの選択肢のうち3つは速攻で切れるようになります、2回目以降は。で、最後の2択で迷うんですよねで調子悪いときは、最後の2択で違う方に丸をつけちゃうで、この最後の2択、この2つ、これをわれわれは鍵足と呼んでいます。 1だいたい5つの選択肢で各問題、鍵足が2つずつあるのであの2回目はですねあこの問題はこれとこれが鍵足って感じでそれを最後までチェックする、これ,これが2回目ですで。3回目以降はもう本当に3、4、5という鍵足以外はやらなくていいのであのこの鍵足だけをこうやっていくと最後の2択を絞り込める実力がつくっていううういうふうによく過去問3回やれ3回やれって言うんですから同じように3回やっても時間がかかるばっかしで効果上がらないので、まあ、こういうふうにやっていってください。 はい、それじゃあまたあ板書の方に戻らせていただきます。はい、板書2ページですね。それで条文あのー、憲法は法律科目です。で、法律科目の正解はまずは条文条文がなかったら、最高裁の判例判例がない場合には学説の通説が正解になってきます。で、まずその条文なんですが、だいたい条文ってのは何条？何項？何号になってます。あのー？ 過剰書きの文文だから条文って言うんですよ憲法の場合には1条から99条までありますで。それでその条文の中でさらに中身を分けたかったら1条1個2個3個4個こうで分けます。こうをさらに細かく分けたいときは5で分けます。例えば民法13条1項1号、ね、これはまあ青年、非補佐人という知的労力ちょっと低い人ができることできないことが書いてあるんでけどね。 ね。で、これちょっと長いんで、あのこういうレジュメ、板、えー、書とかテキストやいろんな書籍で省略する場合があってね。この項を省略します。S を二つ重ねた記号、セクションこれは条という意味です。でそれからこので大きいローマ数字、これは項という意味です。それから丸数字は項という意味です。だからこれは十三条一項一号と読みます。ですかね。はい。 じゃあ条文がなかったら次は最高裁の判例が正解になります、えー、憲法の最高裁の判例無数に何千とありますのでそれ全部勉強するわけにはいけません大学でやる憲法も若干、えー、受験という観点からすると無駄な判例をやっているはずですで、えー、そこでレックではあ公務員の合格に必要最小限度の判例のみを K マスターテキストに載せる一方で私は特にですねあの判例を三段階に分けます 三つ星判例二つつ星星星判判判例、一つ星判例。で三つ星判例一三が最重要で本当に時間ない場合にはこの判例だけやれば OK です。ねえー、最重要で論点二つ以上。ね、で論点が覚える論点が一つになると二つ星。本当に結論の意見、えー、合憲という結論だけで OK。えー、これがですね、あの星一つ一つ星判例ということになります。ですかね。 はい、でこの三つ星判例の典型例が違憲判決、これちょっと言葉を覚えてください。国会の作る法律などが憲法に違反すると憲法に違反するので違憲と表現します。憲法に違反しない場合合にます。と合憲と違憲だったら圧倒的、絶対的に違憲判例の方が第一。 違憲判例は実はここに書いてある11個以外にもあるんですが公務員試験に出る可能性のある違憲、えー、判決はこれ、えー、11代違憲判決です。まあ、これ覚えておくだけでもね、あのーまあ、これ以外で違憲って書いてあったら間違いだっていう、文末でも選択肢の文末が違憲ってなってないはずなのに違憲ってなってたら切れるっていう意味で、ね、あの11代違憲判決はとっても重要です。 で重要な判例なんで、ちゃんと固有名詞がついてます、これが固有名詞、ね。で、このめ固有名詞の右横に書いてあるのが、この事件で侵害された人権で、今日第1回にある平等権ではもういきなり5つやるんで、11個のうちの5つなんで、今日の講義はすごく重要です。はい、それ以外の判例はあの、判決の出された年月日で呼びます、これが名前になります。最大 とととか何とか何とか。る、る、例えば、えー、最大判小9ピーオド9ピーオド9って書いてあったらこれこういう意味最高裁大法廷判決昭和9年9月9日と平成に出た判例だったらこの小が平になります。ね それあの単に、大が書いてなくて単に裁判、証9、ピーオド、9、ピーオド、9って書いてあったこれはあの最高裁の大法廷じゃなくて小法廷でやったってことなんですよね。で、最高裁で判決を下す場合に15人の裁判官全員でやる大法廷で下す判決とそれから15人が3つのグループに分かれて第一小法廷、第二小法廷、第三小法廷と小法廷で判決を下す場合があります <laughs>。 もちろん大法廷の方が大事です。大法廷で判決を下す場合というのは例えば違憲判決を下す場合が大法廷ですすみません憲法の憲の字をうかむりに刑で省略させていただきます違憲判決それからあの判例を変更する場合も大法廷で変更します違憲を合憲に合憲を違憲に 判例変更はい、えー、すいません赤ちょっと見にくいんで以降はこれできるだけ、えー、書き込むときにあの青で書き込みさせていただきますすいませんはい、えー、次 条文も判例もなかったら学説の通説が正解になります、まあ、学説には争いっていうのがあるんですけど、えー、公務員試験の択一試験ではあまり学説の争いは出ませんただ最小限度ね学説の争いが出る場合もあるのでそれはちゃんと全部網羅していきます。ね、で判例ががない部分は通説が卓一試験のの成功の基準と 公務員試験で通説とされるものをこの講義の中でご紹介していきます。で、先ほどちょっと申し上げた記述式試験なんですけれども、あの記述式試験ではね、あのこれからご紹介する通説判例をそのまま文章で書けばいい。まあ、とにかく、えー、通説判例をしっかり勉強していくってことが大事になってきます。はい、それじゃあ番書次のページ3ページを開いてください。 えー、憲法の学習は先ほど目次をちらっとお見せしたように大きく2つの分野からなってます。 人権、統治ですまず人権やって、それが終わったら統治に入ります。で、私の講義は割と前半でもスピーディーに回しますが、それはですね、あんまりじじあの時間かけて人権ばっかりやってても、実は憲法の得意苦手っていうのは、統治で分かれてくるので、えー、人権も必要最小限度のところやっていってね、だいたいやっぱり6回目ぐらいで人権終わらせないと、統治をじっくりできないので、えー、そういうス,ペスケジュールでやっていきます。 でそれでえと人権では表現の自由とかプライバシーとかいろいろな種類の人権を判例で勉強していきますこれはまあ物語の形でやっていくので比較的理解しやすいでそれに対して統治っていうのは国会内閣裁判所など国のシステムの仕組みこれは条文の理解が中心になるのでここちょっと頑張りが必要になってきます。はいそれからあの 憲法を含めた法律科目よく難しい難しいって人がいるんですけども、あの実は難しくないんです。あの特に憲法は法律科,科目の中でも得点源だし、えー、教養試験でも出されます。で、難しく感じてしまうのは専門用語があるからなんですよね。例えばあ憲法で国体っていう言葉がたまに出てくる。これは天皇が強大な統治権を持っていた明治明治時代の政治体制のことなんです。 あの普通、国体って言ったら国民体育大会じゃないですか、そのギャップでちょっとね、あの混乱を生じてしまうんですね。私の講義では、いちいちですね、何回もこういう専門用語を説明しますので、ここは心配いりません。でそれで、あの普通、大学の講義とかだったら予習、えー、ちょっと随一を見てください。はいえー、普通大学の講講義義だったら予習講義を聞いて で復習とねこういう段取りを取るんですけれども予備校の講義っていうのは予習はいらないようにやりますので予習はいらないですただし講義をしっかり K マスターテキストで聞いていただいて復習をしっかりやってほしいんです講義は K マスターでやりますいろいろ書き込んできますで復習の時にさっきやったように過去問解きまくり とそれからですねあの、12月になって、受ける土地の前年の12月になって、模擬試験が始まったら、勉強終わらなくても、とにかく模擬試験を受けていってください。でそれで、K マスターで習わなかったような問題、新たに出てきたら、それをフィードバックしていく。とにかく情報を何かに集約していくことが大事です。いいですかね。はい。えー、それでは、 はい、初めにの最後に、えー、番書3ページの真ん中7見てください、えー、公務員試験の受験も大学受験と同じで結局戦略,戦略が大事になってきます本番直前に何を見,見直すのかまあマスターに情報集約してもいいしフィードバックしていってで解きまくり、えー、過言収で,ですよね で簡単に解けちゃう問題は全部破いちゃって最後に難しい問題だけ残すという方法もあるしそれを直前に見るという方法もあるでそれからあのそれでも熱いという場合にはあの各回の列目の最後の方に私はチェックシートって載せてますのでちょっとチェックシート見てください、えー、今回の版書ですとチェックシートはこちら、えー、11ページ以降にチェックシートがあります 例例えば今日やる平等権の判例はここかな、ね、一番最初には判例、存続殺事件、親殺しを重く処罰する目的自体は合憲だが、過重の程度が重すぎる手段が違憲であると、これはあの先ほどの択一の選択肢を正しい文書に直したものです。この資格の中はキーワードなので、これはこのまま本試験で使われますよっていう意味これ、チェックって言ってます、資格で囲んである。ね、でこのの中なんですけどナンバー4の2ほら さっき読んだ過去,過去問解きまくりのナンバー4の足の選択肢2って意味です。次はナンバー6の選択肢1、e、って意味なんですね。ちなみにです、ね、この上の P14 って、p 十四って書いてあるのは、必須問題のページ数、14ページの必須問題の選択肢5って意味ですので、P は。で、ナンバーは過去問の,あのクイックマスターのナンバー、そういう感じになっております。ね でその横にですね、えー、これが何年のどういう試験手の問題なのか、藩は,は国家一般職です、あの旧国家公務員2種も含みます、税は国家専門職、えー、国税財務労基を含みます、でそれから、債は裁判所事務官、それから、地は地方上級、都は東京都一類、区は東京都特別区一類、こうなっております。それで これ書いてある a とかっていうのは、a は分野の名前で、最初の a は精神的自由。次の経済的自由だと b になります。こういう感じでやっておりますんで、ね。で、このチェックシートの使い方は、あの、さっきのテキストの横丁に書いてある。あの参照ページ、参照問題ですね。それの代わりに、こうやって使っていただくこともできますし。この一つの判例が、こんなに出てるって直前期にですね。 あのやる問題を絞り込むのに使いますこれ見て明らかにですねほらこういった知識とかこういった知識は直前でも絶対やんなきゃいけないけどこういうのはやんなくていいっていうのは分かりますよね。講義中はこういう知識も勉強しますけどあんまり重要度が低く高くないんだなってことはいえー、それではまた元のページに戻っていただきまして、はい、番書3ページ。 さあ心当たりから早速内容に入っていきますが先ほど申し上げたように憲法は大きく人権と統治の2分野ですこの,図この図で言うと人権と統治の2分野まず人権からやるんですけど統治の仕組みもね、えー、簡単に分かっていると人権の理解が進みますのでちょっとこの図の2の方をねご覧ください。よろししいでしょうか全体構造です 例えばですね、最近、の駅のホームでスマホを歩きスマホで非常に危ない、そこで国会議員がめちゃくちゃな法律を作ったとします。えー、駅のホームでスマホを使ったら、駅のホームだけぐらいだったらいいから、じゃあ、あの屋外でスマホを使ったら、2万円の罰金で、直ちにスマホを没収とか、そういうめちゃくちゃな法律を作ったとします。こういう法律を作る権限は、憲法41条で国会に与えられています。 これを立法権と言います。立法権は法律を制定する権限。で、国会ができるのは法律制定、立法までです。この法、国会が制定した法律を実行するのが内閣です。法律を実行する権限を行政権と言って、行政権が憲法65条で内閣に与えています。これ行政権と言います。行政権とは法律を実施、執行することです。そうすると、あの。 屋外でスマホを使っている学生さんがいたら、あ内閣の顧問であるお巡りさん、警察がすっとんでってね、その人を逮捕して2万円の罰金取ってスマホを没収、これが行政になるわけ。ところがですね、われわれは、屋外でスマホを使う権利ってのを持ってるんですよ。これ、後で勉強する財産権っていうやつですけど、そうすると、こうしためちゃくちゃな国会が作った法律や、あるいは内閣の行政によって、国民 A の 人権が。侵されている。こういう判例を勉強するのが括弧一の人権分野だということなんですよ。まあただね、あのー、これ違憲です。違憲だ違憲だっつったって人権は救済されないので。救済機関が必要になってくる。これが裁判所です。裁判所は二つのお仕事を憲法によって与えられていて、第一に。憲法七十六条一項で。司法権。裁判をする権限が与えられています。 これ人権侵害が起こったら裁判すするわけで,すでその時に裁判の手段として法律を適用して解決するんですけど適用する法律が違憲じゃないかどうかその執行である行政が違憲じゃないかどうかっていう裁判所はこの違憲審査権で国会が作った法律やあるいは内閣の行政が違憲じゃないかどうかを審査する権限があってで この意見審査の結果が人権で勉強する判例なんですよ、ね、ということを言いたかったわけですで意見審査する場合丁寧にやるとですね、2段階でチェックをしますまず第1段階でその法律の目的自体が違憲じゃないかどうか目的審査ですで、それで目的審査を通過して合憲だった場合でもその目的実現のために手段に行き過ぎがないかどうか手段審査2段階でチェックします これ両方通過しないとパスしないと合憲にならないってことですね。よろしいでしょうか？あち、ちなみにですね。そうすると。違憲合憲ってよく言われますけど、違憲合憲っていうのは、この国家と国民の縦の関係だってことがわかります。この,の今の例では、国会の作った法律や内閣の行政によって国民 a の人権が侵害されているから違憲になるわけです。 でそれに対して同じ財産権の侵害でもあすいませんちなみにですねあのこの国のシステムが国会内閣裁判所と3つに分かれていることを権力分裕と言いますでこれが統治校で勉強することです、ね、人権の理解のために統治校をちょっと前倒しで説明しましたでねあの意見合憲は国家と国民の盾の関係だけなんですよもし仮に国民 B さんが A さんの スマホを盗んだとする。これは違憲とは言いません。横の担当は憲法じゃなくて民法とか刑法なんかの法律なんで、これは違憲じゃなくて違法になる。縦が違憲で横が違法ってことですね。これ後でもう一回確認します。はい、それでは以上で簡単な前置きを終わりにしまして、あとね、板書の四、えー、ページ以降には。 各試験種ごとにどんなテーマが出ているかということを付録でお付けしましたので、後とでまあ予測をするときなんかにね役立ててください、ちなみにこの国会一般職ここに K って書いてあるんですけど、これは私がよくこの板書の中で使う省略記号です、これちょっと覚えておいてください。K が国会一般職、Z が国税専門官、財務労基国家専門職、ね、それから S が裁判所事務官、そして C が地方上級試験、T が東京都特別区になります。 はいえー、それではではすねじゃあ、付録はすっ飛ばしてさあテキストに早速入っていきましょう。はいえー、それではまずはまだちょっと、ね、前置きなんですけれどもはい人権です、えー。テキストの3ページを開いてください。 今あのこの板書の図でこう説明しましたようにですね、憲法は法律です。まあ法律なんですけれども、はい、憲法の担当は主として国家と国民の縦の関係です。縦の関係。違憲合憲っていうのはこの縦の関係でのみ原則として問題になります。ここ,こが違憲合憲の問題。 これ検定時の省略ねで、えー、横の関係は憲法が全部やるわけにいかないので、まあ、憲法親分が部下であの子分である法律たちに横はお前たちやってくれみたいな感じで横は法律の担当です刑法や民法だから国が国民への権利を侵したら違憲になりますけど 国民 B が A さんの権利を犯したら一見じゃなくて違法になります。違法適法の問題になります。それで、えー、憲法と法律では何つったって憲法の方が上です。憲法がさっき見たようにこの国会が作った法律によって人権が侵されてないかどうかチェックするわけですから。 憲法は他の法律とは違って他の法律をチェックする立場にある。だからもし法律が憲法に違反していたら、あそれ許さないっていうことですよね。それによって国民の人権を救済していきます。それで憲法がこの国民の権利を救済していくっていう役割を果たすためにはある特徴が必要でこの絵に書いてある通りです。 いろんなルールの中で憲法が一番上でなければいけませんこのことを憲法の最高法規制と言いますはいそれじゃ四ページ開いてくださいはい憲法の最高法規制 チェックしてください。チェックって言ったら、あ四角で囲むかマーカーでマークしてください。これキーワードで確立でこの表現がこのまま使われるってことで、憲法の最高法規制は憲法を九十八条を一行に定められています。えー、憲法九十八条一行をひっくり返してみてください。あの憲章マスターテキストの一番後ろのところに憲法の条文が載ってます。 98条1項はこちらこの憲法は国の最高法規であってその上記上記って言ったら条文に反する法律などはその効力を有しないって書いてあるこれが最高法規制憲法にこの最高法規制がないと憲法が法律などから国民の権利を守れないってことなんですよ はいそれじゃあまた、えー、テキスト四、えー、ページに戻っていただいてよろしいですか最高規制っていうのは日本の社会には憲法、法律、命令、条例基本的に四種類のルールがありますまあこれらは名前が違うだけじゃなくて作る人が違います憲法は主権者である国民が作ります主権者で法律は国会命令は行政機関 それから条例は地方公共団体体自治体が作ります <laughs> それで、えー、この4種類のルールには上下の序列関係があってその中で憲法が一番上なの、ね。それで国会がなぜ法律を作って国民の権利を場合によっては縛れるかっていうとさっきの「 憲法41条によって国民が憲法を定めるときにお前たち法律を作ってもいいぞって国会に任せたからです。これ仕事を国民が憲法を通じて任せることを受験委任と言います。これ任せることです国会が法律を作って国民の権利を縛れるのは受験委任されてるからです。 この下も全部そう。行政機関が命令で国民の権利を縛れるのは国会が法律を作ったときに命令に受験委任してるからですその下も全部そうな。ということはですよ。<laughs> 受験委任されたから法律を作れるわけだから受験委任してくれた憲法でこれは犯しちゃいけないって権利がある場合にそれを犯しちゃったらこのピラミッドの構造こう外れることになりますから。 は違憲なんです。外れてるから。違憲なんです。そうすると、さっき効力を有しないって書いてありますよね。効力を有しないことを無効と言います。無効っていうのは、たとえ国会が作った条文が残っていても。 公務員はここれを無視して構わないってことですそうすると屋外でスマホを使ったら逮捕して2万円の罰金という法律が条文が仮に残っていたとしても違憲で無効だからお巡りさんをそれを無視しますからあー捕まえないしスマホも没収しない。ということで国民はスマホを使う権利が守られるこうなるわけです。 このように憲法に最高法規制があって憲法に違反する法律が無効になることによって人権が守られるそういう判例を次のユニットから勉強していきます。はいということで前置きが終わったところでお時間が来ましたのでこれでユニット1を終了します。